まあそうですね、こんな感じでね、何でしょう、あの工藤明という人がですね、あの何で締めればいいんだろういやすごいドラマーなんですよ。でも最近はやっぱ工藤君の発明がやっぱテンペストで、なんていうの、なんていうのかな、エレクトロニックなドラムをいけるよう叩けるのが、楽器として電子ドラムができるよう、電子ドラムって言い方マジダサい、ドラムマシンがもう一つの楽器として使えるようになった工藤君がさ、手足のようになってるのと、なんかあの赤と青です、そのあえて工藤君ってすごく彩りがいろんな色出せるドラマーなのに、単色でってなんか言ったのは結構ロットの中で新しいのがニューステージが開けたから、なんかこれを工藤君とたくさんまた新しい扉をパカ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 開けたいというのが俺の、あの次回のって今作もですけど、2023年、もうすぐまた先の話しちゃう俺たち。そうですね、あのそんな感じでちょっと工藤さん今後ともよろしくお願いします。皆さんもあの今後とも素敵なドラムライフを素敵なロットライフをお送りくださいませ。ありがとうございます。良いお年を迎えください。あ、こっち、これは何なんだ番外編ありがとうございます。